音が潰れないように音波がしっかりある吹き方をしましょう。スタッカートのあるフレーズはキャラクターを変えた演奏をしましょう。フォルテは強くではなく豊かに吹きましょう。C と D のスビトメゾフォルテからのクレッシェンドは段階を踏んだ練習をしましょう。チューバはチューバが基準という意識で全体を引っ張っていきましょう。